チベットは、統計77から105度、北緯27から40度に至る地域を占め、南は、ヒマラヤ山脈、北は、コンロン山脈、東は、山脈に囲まれた地域、及びこの地域に成立した国家や政権、民族、言語等に対して使用される呼称。チベット高原インドア大陸が、アジア大陸に衝突して隆起することによって、生成され、 高原の自然環境に適応した独特の魚類、哺乳類が分布し、また高原内に多数分布する塩湖は、渡り鳥の中継地となっている。乾燥した気候で、ヒマラヤの南斜面、四川盆地の隣接地域などを除き山の斜面に、樹木は乏しいが、河川に沿った水の豊かな平野部では大麦を、主とした濃厚が行われ、その背後に広がる。 草原地帯において牧畜害と名まれている。チベット高原は、ユーラシア大陸の中央部に広がる、世界最大級の高原で、チベットの領域とほぼ等しい。チベットの周辺諸国が古くから用いてきた古称、チューバット、DBT 等に由来し、チベット人自身は、プーと称する。日本語のチベットは、英語、チベット経由で、 明治期に成立した古障である。チベット全域を指す漢字表記による総称としては、他に新代に通用したドハクトク、カラコトク等がある。七世紀半ば、チベットの古代王朝が蒸気の領域を統合したとき、当時の中国人はこの国を、シゲルトヴオン、オオシゲル塔と呼んだ。この古代王朝は四十二年に崩壊したが、 その後も、中国の人々は、新朝の後期年間頃まで、この領域全体の地域故障を土番という故障で、総称し、あるいはこの領域を統治する勢力を土番と称した。チベットの一部地域を示す、チベットという故障は、中国大陸では1725年頃から中央、チベットとその周辺だけを指す、地域故障として使用されており、 現在も中華人民共和国政府は、アムドやカムを含むチベット全域の総称としては、使用していない。新朝の要請典は1723-24年に、グシハン王朝を征服。彼らが、チベット各地の諸公や、直轄地に有していた、支配権をすべて摂取し、丹羅山脈と地チュ川を結ぶ線より南側に位置する、地域は、 岩田ポタンの統治下に所属させ、この線より北側の地域は大見地方を設けて、青年に駐在する青年弁事大臣に管轄させた。他、残る各地の諸公は、隣接する先生、四川、雲南などの内地の各省に分属させた。チベットという地域骨省は、後期時代から中国文献に登場し始めていたが、これ以降、 チベットの内岩ポタンの管轄下にある範囲がチベットと称される。新朝が滅亡すると、チベットはモンゴルと歩調を合わせて国際社会に独立国家としての承認を求めるとともに、チベットの全域を岩ポタンのもとに統合すべく、中華民国との間で武力衝突も伴う抗争を行った。中華民国は中国人が多く住む。 諸民族の雑居地帯火星回廊の南部と大海地方を合わせて青海省を樹立し、大海地方にも内地という位置づけを与えた。中華民国の歴代政権はチベットの部分のみをチベットとしその他の各地は内地に属するとした。中華人民共和国もチベットの部分のみをチベットとしその他の各地は 内地に属するという中華民国の見方を、当州、1960年に発足した、チベット自治区は、チベット部分のみを、管轄領域としている。日本では、明治期から昭和中期にかけて、中華民国や中国国外の家境等の間では、近年、チベットの訳語として、チベットを用いる例がある。一方で、 中国共産党に批判的な中国語話者の間では、チベットをそのまま翻訳した図白という表記も用いられている。日本では、チベットを指す呼称として、明治期に英語、チベットに由来する、チベットという呼称が一般的となった。ただし漢字表記として、チベットが採用され、チベットと漢字表記して、チベットと読み、または振り仮名を振る。 という慣例が確立され、この形式が昭和中期頃まで一般的となった。この表記法は次第にカタカナのみのチベットという表記に置き換わり、現在に至っている。例えば、チベット研究学会、日本チベット学会は従来、日本チベット学会と漢字表記し、日本チベット学会と発音してきたが、2007年11月総会において、 日本チベット学会への表記変更が提案され、翌2008年11月総会において、正式に、日本チベット学会という表記に変更された。ただし、同学会の機関誌、日本チベット学会法のみ、チベットという表記が維持されている。中国では、チベット民族居住地域に対する通常の、故障としては、暗クくク、クラ族地区、 チベットはその他クラク等の故障が使用されているが、チベット全体を単一の自治行政単位とするよう求めるダライラマや、チベット亡命政府の立場を非難、批判する場合には、大チベット区という用語が使用される。チベットの旗チベットの旗は、雪山四色である。この雪山四色のデザインを考案したのが、日本のチベット研究者で1912年に、ラッサイリした。 青木文教と言われる。矢島康次郎によるとも言われる。チベットの領域については、チベット人の伝統的な観念と、中華人民共和国による主張とで大幅な相違が見られる。チベット人は、チベット民族居住範囲に、ほぼ相当する地域を、伝統的に、チベットの領域と考えてきた。チベットが、伝統的に用いてきた地理的区分方式では、 この領域を、チベット3州あるいは、13万戸、プーと大プーなどという形で区分してきた。中華人民共和国による現行の行政区画では、チベット内には、昇級の自治体がに、隣接する支線、甘粛、雲南に分属する形で、地区級の自治体が4、研究の自治体がに設置されている日本では、チベット、チベットの領域は、チベット全域を指すのが、 一般的である。ただひとしかは、1923年に次のように、述べた。チベットの境域は、統計78度から103度、北緯27度から39度に至る地域を、占めている。面積は、大約75万マイル、日本全土の約2倍半である。南は、ヒマラヤ山脈、北は、コンロン山脈、東は、 インドシナ山脈、この三つの山脈によって押し上げられた高原国である。この地理的範囲はチベット人が自分の国として考えている国土の面積である。青海や各地をも合わせた広い意味での面積である。シナでは青海省や西高省を除外した部分をチベットと称している。チベットを建国したトバンは、 上述のチベット民族の分布領域をすべて支配下に置き、さらにはその東西南北の隣接地域に進出を果たしていた。ガンデンポタンはトバン時代の領域ではなく、グシハン王朝時代の統合領域を主張している。グシハン王朝は、ダライラマを信仰するオイラとの一部族保守とが、チベットに移住して樹立した政権で、チベットの民族的分布領域の大部分を、 征服した。チベット国内に本拠を置く政権による統合としては、トバ以来の広大な範囲を誇る。この政権は、ヒマラヤ南沿い地方に位置していた、ラダック、ブータン、シッキムなどに対する征服は果たさず、結果として、現在、グシハン王朝に征服された地域は中華、人民共和国の支配下に、その他の諸地域は独立国もしくは、インド領。 ネパール領となっている。グーシハーンが、征服地のすべてを、当時のダライラマ5世に寄進したという立場を取り、グーシハーンとその子孫によって統合された領域を、あるべき、チベット国家の領域としている。中華人民共和国政府は、現在、チベットの部分のみを持って、チベットだと主張する立場を取っているが、中華民国の中国国民党政府など中国を、 統治していた歴代政府によるチベットの枠組み中国共産党によるチベットに対する民族自決権に対する態度は時期によって大きく変化してきた中国共産党は発足当初ソ連のコミンテルンの強い影響を受け少数民族政策としては諸民族に対し完全な民族自決権を承認していた例えば 中華ソビエト共和国の樹立を宣言した際には、その憲法において、各少数民族に対し民主自治区を設立し、中華連邦に自由に加盟し、または離脱する権利を有すると定めていた。しかし、国境内戦に勝利し1949年に中華人民共和国を設立した直前には、政治協商会議の少数民族委員たちに対し、 帝国主義からの分裂策動に対して付け入る隙を与えないために民族自決を掲げないよう要請した。さらに現在では各少数民族とその居住地が歴史的に不可分の中国の一部分と支配に都合の良い立場に転じ民族自決権の主張を分裂主義と称して徹底的な弾圧の対象にするようになっている。中国共産党が チベット社会と初めて接触を持ち、何がしかの行政機構を樹立したのは、1934年から1936年にかけていった調整の途上においてである。中華民国国民政府が中国共産党に対する攻勢を強め、中共軍は各地の革命根拠地を放棄して移動し、最終的には、先制省のノベスに拠点を据えた。 この土壌、カム地方の東部に拡張し、しばらくの間この地を拠点として、行政機構や軍事組織の再編に取り組んだ時期があった。この時、中国共産党は、選挙した町々のチベット人たちに、ナミ派政府の御医者を受立させ、1935年、これらの代表を集めて、ナミ、トモエイ特派全国大会を開催させ、 これらのチベット人政権を統合して、ナミハ人民共和国及び、ナミハ人民共和国中央政府を発足させた。この人民共和国は、実際には、カム地方東部の人々のみで組織されたものであったが、国語や全国大会の故障からも明らかなように、チベット人全体の民主自治国として設立されたものであった。 中華人民共和国の建国初期、それまで国民政府の支配下に置かれていたチベット人居住地域にはいくつかの蔵族自治区が設けられた。特に1950年、カム地方のディチュカワイ島の地に設立された聖光肖像族自治区は一省の全域をチベット人の自治区と位置づけるものであった。しかしながら、1950年代半ば、 これらのチベット人居住地域に民主改革、社会主義改造を施す段階になって、従来の方針を変更。1955年、成功省は廃止されて州に格下げされ、完全チベット属自治州として、四川省に併合された。中国がチベット民族の自治行政体を設置している領域。これに、青年市、回答市を含めると、 ガンデンポタンが主張するチベット地域とほぼ一致する上記のうち、チベット自治区の領域チベットドーランと1959年のダライラマ14世のインドへの政治亡命を経た1965年、従来、ガンデンポタンが統治していた領域上に、チベット人の自治区として、チベット自治区が発足したが、先行して隣接する各地に樹立されていた、チベット族の自治州。 自治権等は、この自治区に統合されることなく、現在に至っている。このようにして成立した中国共産党政府の、チベットに対する現行の行政区分の大枠は、1724年から1725年に、行われた、行政のチベット分割の枠組みにほぼ沿ったものである。法律上は、一夫一夫制を取ることは、中華人民共和国の共通である。 しかし、チベットには、イップタフ制度が、観光として一部に根強く残っている。この場合は、近親者の複数の男性が一人の女性を妻にする、ことが多く、イップタフで同居して、共同生活を営む。チベットの、主な祭りを挙げると、チベット歴で住民の言語は、シナチベット語族のチベット語で、7世紀、国王孫千願歩の命によって、 インドに派遣されたトンミサンボータによって作られたという伝承を持つ独自の表音文字を持つ。住民は仏教信仰を価値観の中心に据え、高原の自然環境に適応した独自のチベット文化を発達させてきた。チベット語は独特の言語であり、アルファベットが独特である。チベットのアルファベットは、アルファベットのスクリプトバージョンを印刷するために、 ユーチェーンを使用しています。チベットでは人口の95%前後をチベット族が占めている。チベットの全域にわたってチベット民族が居住するほか、東北部アムド地方の大見草原や、中央チベットのダム草原には、即族、カム地方の北部には、ホル族と呼ばれる、モンゴル系の遊牧民が居住する。また、アムド地方の東端、 中華人民共和国の行政区分で、回答市とされる地方は、伝統的に、漢人や海民、その他の諸民族が多数居住してきた火星回廊の一角をなす。首相のロブさん宣言とダライラマ14世中国の、チベット支配に伴って発生した各種の問題を、チベット問題とも言う。中国政府とチベット亡命政府の間で発生した、過去の歴史認識。 中国政府によるチベット統治の成果に対する評価、また中国による多数のチベット人の人権侵害などについて議論がある。朝日新聞によれば中国がチベットの独立を認めない理由の一つにチベット地域にあると推定される大量鉱物の利権があるとされる。2001年にはベルギー・フランスの漫画担々の冒険旅行シリーズ、 タンタンチベットを行くの中国語版が、タンタン中国のチベットを行くと題名を著作権者に無断で変えられたため、出版が一時停止された。2008年、チベット騒乱が起こる。また、2011年には、チベット僧侶による中国政府への抗議のための昇進自殺が相次ぎ、国際的に問題視されている。チベット亡命政府の現在の政治最高指導者は、 首相のロブさん宣言。中華人民共和国の支配に対するチベット人の抵抗運動についての詳細は、チベット独立運動を参照。中国は、チベット地域に各廃棄物処理場建設等を進めてきていたことが、近年明らかになっており、中国側もこれらの施設の存在については現在は、否定していない。 1992年の有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約では輸入国の同意なしの有害廃棄物の輸出を禁止しているが中国はこれに調印している。1993年の人権世界会議により採択されたウィーン宣言及び行動計画では毒物及び危険物質の不法投棄は人類の人権。 生命、そして健康を脅かす重大な問題となり得るとされ、1998年の会議では、特定の工業国が有害廃棄物リサイクルによって、利益を得ることがないようにしなくてはならないとされたとき、中国はこれを指示した。一方で中国は、チベット高原のチベット側に廃棄物を投棄してきた。1984年には、 中国は60億ドルでヨーロッパの原子炉の4000トンの放射性廃棄物をゴビ砂漠に保管している。ダライラマ法は中国政府が西欧諸国など海外の核廃棄物をチベットに投棄する計画について明らかにしている。他にも海外の廃棄物を中国が受け入れることについては例えば1991年には 米国メリーランド州ボルチモア市の下水汚物2万トンが中国に144万米ドルで輸出された。仲介した海南洋光グループは中国の輸入規則では輸送に政府の承認は不要とした。しかし、米国ミルオーキーの下水処理施設では汚染物質と筋縮性即作効果症の発生との関連がグリーンピースによって報告されるなど、 廃棄物の汚染の危険性が抗議され、このチベットへの汚物輸送は中止となった。中国は1991年4月、チベットにおける核兵器の配備と核廃棄物により核汚染が広がっているという主張に対し全く根拠のない話としたが、チベットへの核廃棄物投機を認めている。中国各国営公社のユーディリャンは中国は 89年から93年まで多大な費用をかけ閉鎖された核兵器基地の環境状況の厳重管理に当たったと述べている。1993年、リシュイとガンズイ近辺で病気の発生率が異常に高いという現地のチベット人一種タシドルマの報告によると第一級学会と呼ばれる核基地付近で放牧していた。 遊牧民の子供たちのうち7人がガンで死亡した。1993年時点で中国は、関粛省西川の乾燥地帯に、初の放射性廃棄物陶器センター建設を、はじめ、さらに、中国南部、南西部、東部に建設を計画中であった。廃棄物の地層処分についても現在は、深層処分が主流であるが、戦争処分技術についても、 中国は十分に安全と考えている。高レベル放射性廃棄物用地について中国政府関係者は中国には広大な廃分地区があり用地を見つけることは困難ではないとしチベットは北京からも離れているため核廃棄物を投棄するには最適ともされる。1995年7月には海北チベット属自治州のココノオールコ付近に 20平方メートルに及ぶ放射性汚染物質用のゴミ捨て場があり、軍の核施設により廃棄物は出たが、安全性は30年間完全に保たれ、環境への悪影響、基地で被爆者が出たことはないと公式に発表した。しかし、核廃棄物が当初の保管の仕方、また現在の管理の仕方、及び危険性の調査について、詳細は公表されていない。 1997年、北京のシンポジウムで中国は、台湾の核専門家に対し、台湾で累積される、放射性廃棄物の投機場を提供する。6万バレルの核廃棄物を引き取ると申し出たが、台湾は断っている。チベット側の主張では、チベット市船省のザイダム、テルリンカ、 青海省と四川省の境界の4箇所にミサイル発射用地が整備されているとしている。また、ラサのドティプーにもミサイルが格納されているとする。インドのバンガロールにあるジャーナリストカルナタカ、組合によるジャーナリストとの対話プログラムにおいて、ダライラマ法王は中国によるチベット核兵器工場建設について確実な情報を入手したと主張している。 2008年3月には、チベット全土でダライラマ側のテロリズムの暴動が起き、中国の警察によって制圧された。死者数203人、負傷者は1000人、以上、5715人以上が拘束されたと言われる。ダライラマは、中国は文化的虐殺を行っているとして、中国政府を批判した。中国政府によるチベットのデモ弾圧に対しては、 世界各国より批判が集中した。しかしこの暴動を好奇と捉えた中国政府は徹底的なチベット独立派への取り締まりを行い、ラサ市内に多く居住していたチベット独立派は壊滅的打撃を受けた。2009年1月19日のチベット自治区人民代表大会において1959年のダライラマ14世のインド逃亡後に、 チベットが中国に接収されたことで、それまで貴族に所有されていたノードたちが解放されたことを記念するとして、3月28日をノード解放記念日とすることを採択した。これに対して、チベット亡命政府は、ノード解放という言葉を使うことこそが、ハンドレイ制度を正当化し、チベット貴族の感情を傷つけるものだとし、これに批判した。 2010年10月19日に中国チベット属地修道人権でチベット民族の高校生5000から9000人が6つの高校から合流して暴動行使にし地元政府役場前で民族や文化の平等を要求するなどと叫び中国語による教育押し付けに反発して該当抗議を行った近年の教育改革で 全教科を中国語とチベット語で履修することが義務化されたことに生徒が反発したものとされる。2011年3月に中国四川省阿波県で若い僧侶が昇進自殺を図ったのをきっかけにして僧侶や市民による大規模な抗議活動が広がった。その後もチベット人居住地域で僧侶が昇進自殺した。 米国政府による声明とその後の同行米国務省では同年11月4日の記者会見で相次ぐチベット族僧侶らの昇進自殺に懸念を表明し中国政府にチベット族に対する非生産的な政策を改めるよう要求していることを明らかにした一方中国政府は昇進自殺はインドのチベット亡命政府の指示を受けた テロとして非難している。また8月の昇進自殺事件で抗議自殺した僧侶と一緒にいた僧侶は自殺をそそのかしたとして強差犯罪を問われ懲役13年の判決を受けた。同年11月25日に人民日報ではダライラマが昇進自殺を助長しているとする批判論評を掲載した。また英国のガーディアン氏が チベット僧侶を庇護する論調の報道を行ったことに対して中国の中英国大使館が歪曲報道であると所管で抗議を行っている。チベット問題に関してアメリカ合衆国政府は2011年10月米国上下両院と行政府共同中国に関する議会政府委員会による年次報告を発表しさらに2011年11月3日には 米国議会でトムラントス人権委員会がチベットの人権弾圧について公聴会を開いた。この公聴会ではチベット人亡命者らの証言も聞かれ、共和党のイリアナ・ロスレーティネン委員長が民主党、ハワード・バーマン議員とともに言論の自由や宗教、思想の自由への弾圧や妊娠中絶の強制などについて中国の弾圧は前年よりも悪化したとした。 他、共和党のデイビッド・リベラ議員は中国共産党、指導部を北京の殺戮者たちと呼び、人道主義の普遍性から中国に強硬な姿勢をとることを提唱した。また、議長の民主党ジム・マクガバン議員は、かつて、チベット鎮圧策を担当した、胡錦濤国家主席にまで抗議すべきだと発言。フランクルフ議員は、チベットは本来、 中国とは別の国家だった。その民族を今、中国当局は浄化しようとしていると非難した。2012年1月6日、チベット人の男性と僧侶2名が中国政府の統治に抗議してそれぞれ昇進自殺を行った。僧侶は死亡、男性の容態は不明である。2011年3月から数えて、 チベット人の抗議の昇進自殺は14人となった。また、1月8日には40代の天章ラマである、ソナムワンギャルが、青海省五六チベット族自治州ダルラック県、警察署前で、昇進自殺を行った。遺体を押収した中国当局警察に対して、2000人のチベット人が抗議デモを行い、遺体の返還を要求した。当局は、返還に応じたが、 チベット族は、ソナムワンギャルを称えるポスターを貼るなどの行動をとった。翌1月9日、アメリカ国務省報道官は、チベットで新たに3人の昇進があったことは、米国にとっての深刻な懸念と声明を発表した。また、1月14日、ウガバで若いチベット人が昇進自殺を行ったが、遺体を押収した。 当局警察は遺体に対して足毛に塩を出した。これに起こったチベット族およそ100人が抗議するが中国武装警察は発砲2名のチベット人が撃たれている。2012年1月中国政府はチベット族に対して旧正月をチベット式でなく中国式で祝うように指示をした。また正月直前の1月22日から猛沢東。 東昌平、江沢民、古今東ら歴代4人の肖像画を100万枚、チベット自治区の寺院や家庭に配布している。このような中国政府の指示に起こった、チベット族は、同年1月23日、四川省関税チベット族自治就路、各県で抗議デモを行った。自由チベットによると、中国人民武装警察部隊はこのデモを、阻止するために、 無差別発砲を行い、この発砲で2名から6名が死亡し、60人以上が負傷した。在インドの僧侶石江エ散歩によれば、最初、数百人のグループが、チベットの自由とダライラマ法王の帰還を求める、スローガンを叫びながら、行進を始めた。デモ隊が、地元警察署前に差し掛かった時、警官が発砲。その場で2人が撃たれ死んだ。 デモは23日の朝に始まり今も続いている。デモ参加者たちは、破壊行為も言った。周辺にあった、中国の店や中国関係の施設を壊したという。新華社通信によれば、デモ隊の一部は刃物を持ち、当直の人民警察と武装警察に投石し、公安派出所を襲撃し、警察車両2台と消防車2台を破壊し、 商店や銀行 ATM をぶち壊した。武装警察の発砲に対して抗議するデモ参加者は5000人規模となった。同23日、四川省アバチベット族チャン族自治州、アバ県では、新語民衆を唱える僧侶らのデモ行進を治安部隊が妨害し、暴行を加えた。この事件について、中国外務省の高麗副報道局長は、翌日の24日、 真実を歪曲し、中国政府の信用を傷つけようとする海外の分裂主義者の試みは成功しないとチベット族をび、チベット亡命政府を非難する談話を発表した。同1月24日、イロタチ県でもチベット族のデモ隊と中国当局の治安部隊が衝突し、数十人が被弾し、亡命政府発表では5人が死亡した。 この事件に先立ち、22日と23日にも、小規模な抗議デモが行われていたが、両日のデモは鎮圧されることはなかった。また、ダラムサラキルティ総員によれば、23日に、アムド・ガバのメウルメザトで、ナムソ総員総領を中心に、約100人が平和的デモを行った。これに対し、当局は、大勢の武装警官と軍隊を派遣。 デモ参加者を大出し、多くの参加者を拘束したという。2012年1月24日、米国務省、オテロ国務次官は、同23日に発生した中国支船省での、チベット族住民への中国の治安部隊による発砲、及び、チベット僧侶の抗議の意を込めた、昇進自殺を受けて、深刻な懸念を表明し、中国政府による、チベット政策を、 チベット族の宗教や文化、言語の存続を脅かす、非生産的な政策とした上で、チベット族の人権尊重と中国武装警察隊への自制を要求した。同26日、阿波県に近い上津住県で、チベット族の群衆に向かって中国当局警察が発砲し、一人が死亡した。なお、中国の大衆からは、 チベット人に対する同情の声はほとんど上がっていないとされる。他方、同年1月にインドのブッダガヤでダライラマ法王によって行われたカーラチャクラ勘定には中国人が1500人も参加している。なお、この行事に参加するチベット人を制限するために中国政府はチベット族へのパスポート発給を停止したが、 実際には8000人のチベット人が感情を受けた。チベットと日本の関係は、チベット仏教の研究から始まっている。1899年、寺本縁画が、農見広ろと共に、バタンに入るがここから先に進めずに引き返す。1901年3月に、川口絵会が、日本人で初めてラサに入る。1903年に帰国した絵会は、 チベットでの体験を新聞に発表。1904年にチベット旅行記を刊行した。エカイの報告はセンセーションを巻き起こした一方で、当初はその真偽を疑われた。英訳が1909年にスリーヤーズ・イン・チベットの台でロンドンの出版社から刊行された。同1901年、探検家ナリタ、成田暗記がラサイリしている。1904年、 寺本がラサに到達し、1908年には、ロックヒル、大谷孫雄と共に五代山にて、ダライラマ十三世と会見している。1909年には、ただひとしかんインドで、ダライラマ十三世に越見。その場で、トゥプテン,ゲンツェンという名前を授かり、ラサに来るようにと要請を受け、後ただは、ラサで、チベット仏教の修行を行う。 1911年3月4日、軍人で探検家の矢島康次郎が、ラサ入り。矢島は後に、チベットの軍事顧問となる。1912年には、青木文教が、ラサ入りをした。雪山四色のデザインに関与したとも言われる。1939年には、野本人造がチベットに滞在。関岡秀行によれば、大日本帝国陸軍は、満州。 モンゴル、ウイグル、チベットやイスラム教勢力などを支援することによって、ソ連や中国共産党などの共産主義勢力を包囲する戦略として、防強回路政策があったと指摘している。第二本海協協会を創設した林千十郎や板垣聖志郎らが推進したと言われる。関東軍は満州を中心に、 土井原賢治らのハルビン特務機関が、シベリアでの重報活動を、板垣清志郎少将を率いる法典特務機関が、河北分地工作、松室隆吉ら昭徳特務機関が内蒙工作を展開するという三正面作戦を構えたとされ、このうち、松室隆吉は1934年2月に、満州国隣接地方占領地統治案を起案し、その中で、満州、モンゴル、 イスラム、チベットの環状連盟を提唱した。大日本帝国時代の諜報員に西川十三がおり、1945年に内モンゴルより火星回廊を経てチベットに先行した。戦後、インドを経て帰国した。他に木村久夫も同様に諜報員としてチベットに入った。西川、木村に、 チベット入りを支持したのは、東条秀樹であった。戦後、日本は1972年9月29日、日中共同声明、及び1978年8月12日、日中平和友好条約締結に伴い、中華人民共和国との国交を正常化した。その際、中華人民共和国を正当な国家として認定し、かつ、 中華人民共和国に配慮し、台湾を独立した国家とは見ないことを約束した。日本政府は現在まで、この中華人民共和国優先政策を、対中外交の基本姿勢としているため、チベット亡命政府を認知していない。そのため、ダライラマ法が2008年のチベット騒乱後、来日した際にも公式に、日本政府が会見することはなかった。 また、2012年2月現在、2011年、2012年の、チベット族による、抗議自殺についても表明は行っていない。戦後の研究では、川北次郎、山口随宝、今枝義郎によるチベット学、中沢四道による、チベット宗教学研究などがある。市民運動では、TSNJ、坂井信彦らがいる。 中澤新一は、チベット問題について、たびたび発言をしており、中国はダライラマを受け入れるとき、初めて真の発展を遂げることができるが、拒絶すれば、中国人の魂は、市場経済の中に、沈んでいってしまうだろうと述べたり、また、ペマギャルポとの対談でも中国が、市場経済にソフトランディングしていこうとしているが、独裁政権と、市場経済は両立しないとした上で、 これをどういう方向でソフトランディングしていくかは中国人だけでは解決不能だと思います。拡大していく市場というのは国際的な問題ですから世界中の人間が知恵を出し合わないとこれは不可能でしょう ?10 億の民を包み込んでいる中国が崩壊したり解体したりするとこれは地球大的に悲惨なことが起こる。 私たちはそれを求めないし、ダライラ・マゲーカも、そんなことは求めない。ただ、それを行うためには、いろんな形で私たちが知恵を出し合い、鑑賞を行っていかなければならないと思いますと、述べるなどしている。アメリカの女優シャロン・ストーンは2008年5月25日、視線王自身について、第61回カンヌ国際映画祭において、香港のテレビ局の取材に対して、 次のように発言した。この発言により、香港及び中国国内で避難が紛失し、中華圏の俳優ら、台湾のイノウセ香港のサモハンキンポウ、チャンツィーや、長万玉なども避難した。インターネット上では、シャロン・ストーンの出演映画や、中国向けの広告等を務めているクリスチャン・ディオールの、不買運動呼びかけの書き込みがなされた。 シャロンは29日に謝罪したが、クリスチャン・ディオールは中国向けの広告中止を決定した。チベットの地理的位置になぞらえて、交通が不便な地域を俗に、〇〇のチベットと称することがある。ありがとうございます。